まあ、最初は多分みんな本物とかわからないだろうから単発は当て合う応酬になると思うんですよ。ザザザの空振りでゲージがものすごい溜まるから序盤は離れて溜めるみたいな。ピューラの竜巻パンチなんだっけ、カウンターシャル永遠の空振りでものすごいゲージがモリモリ溜まってるから、そういう感じでゲージをうまく溜めながら、まあ、発動してから強くダメージを受けてっていう形でもらっていく。今まで、アインストリガーの今流してる飛び道具で炎の輪っかから追跡ができたんだけど、今回なんか難しいのができないのか分かんないけど全然繋がなくなってたから、ダメージの取り方がすごい大変だと思うんだよね。始めよう。ショージャンプ遅いって言うけど、ベニマルなんか強そうだったな。新技ですね。お前何見てんだよ。ベニマル強そうだったな。来ました、一押しから矢神より。なんで変わってねえのこいつ。すぐ楽にしてやる。かっこいいし、大将がみんな言いたいよりか、Bボタン、Cボタン同乗しで今の発動ができて、あれがキャンセル、通常技キャンセルでも発動ができる。今のが例のユリオリっていう技ですね、中段の。あれ今まで中段じゃなかったんですけど、今作は中段になってるみたいなんですね。多分猛威を振ると思います。すいません、ちょっとプレイヤーネームの方がちょっとわからないんですけど、申し訳ございません。ファンの方が勝利ですね。よっしゃ、楽しもうか。あ、ちょいボンゲだ。
ードスライド。ちょいかわいい。なんか絵がすごく綺麗になってるし、グラフィックが滑らかだからなんか細かいところまで綺麗に切ってるのがいいですね。ちょいもんげとかダッシュのモーションとかすごいかわいい。技のモーションとかがやっぱ微妙に変わってるから、今まで使ってた人のとこやりづらいのかもしれないですね。それじゃあ始めるか。ラウンド2レディーゴー。リュウキセイ、リュウキセイ、リュウキセイ。坂崎はまあ基本的にあんまり大きな変更がないキャラだとは思うんですけどね。大体なんかこのチームってロバートがいじられて、リョウはあんまりいじられないみたいな感じだから。流撃拳の性能がものすごく良さそうにしか見えないんで、止まらない、打撃ないか、あれは。始めよう。ラウンド3レディーゴー。ハイキック、ゴーくん、ハイキック、ゴーくん、ゴーくん。グラフィックがものすごく綺麗になってるけど、やっぱり動き見てる限りで基本的には13とあんまり変わらないと思うから、13触ってた人は多分すぐ動かせるようになると思いますね。これラウンド4レディーゴー。サイコボール、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 サイコボール。あんな技あったっけ。じっくり拝みな。終わっちゃった。シャキンって技強いな。かっこいいし。アイドルを傷つけるっていうのは心が痛むね。まあ、やっぱりイオリと京都、まあ、さっき言ったベニマルとかロバートがやっぱ強いって言われてるのが、まあちょっと見た